こんにちは、グラシャスです。今日はお客様から質問をいただいたジャズベースタイプとオリジナルシェイプタイプ。オリジナルシェイプタイプ、今日は、アダモビッチを参考にさせてもらいますけれども、この違いについて説明させてもらおうと思います。まず大きな違いとしては、ヘッドに角度があるかないか。ジャズベースタイプはまっすぐですね。それに対してオリジナルシェイプタイプ、まあ、これも全てではないですけれども、ヘッドに角度がついているものが多いです。印象的にどう違うか。ジャズベースタイプの特にパッシブのもの、一番の魅力はアンサンブルに入れてちょうどいい具合なベースの位置になる。デシャバルでもなく埋もれきるでもなく、ベースのベースたる位置にスポット入るっていうのが魅力ですね。それに対してオリジナルシェイプのものっていうのは、どちらかというとパーンと前に出る、ベースがバキバキと出るわけではなくて、ミッドでポーンと前に出るタイプのものが多いです。例えるとですね、車、フォードはセダン、乗り心地がいいタイプに対して、走るための車、スポーツカー的な印象があるんじゃないかなと思います。ベンツのフォードアに対してポルシェ、同じ高級車でもそんな感じじゃないかなと思いますね。さらに大きな違いとしては、こういうヘッド角のついたものっていうのは、マサメのネック、木目がこうですね、こういうタイプが多いです。それに対してジャズベースタイプは板目、ジャズベタイプでもマサメを使っているものもあるんですけど、多くは板目、こういう木目ですねのものが多いです。でさらに弦高、どちらかというとそんなに低めではないものの方がらしい音がしますね。なぜか板目というのはこういうネックの揺れを若干します。それに対して弦も豊富に揺れる、弦が揺れるとの同時にネックも揺れる、それでボーンという鳴りを出すわけですね。マサメのものというのはこういう動きに対して強いです。がっちりしてます。なので、弦高が低くてもネックがぶれない、よって反応が早く出る、で余分な暴れが出ない。なので弦高を低くしても反応が良くて暴れにくいものが多いです。これはもう全てではないですけれども、そういう傾向にあるものが多いですね。あと大きな点、ピックアップの違いですね。まあ、シングルコイルとデュアルコイルとの違いというのもあるんですけども、それよりも大きな点はピックアップの位置。ジャズベースに対してこういったデュアルコイルのものは結構リア寄りに詰まっているものが多いです。それはフレット数にもよるんですけども、オリジナルシェイプのものは大抵24フレットっていうものが多いですね。対してジャズベースはこれは15、16、17、18、19、20フレット短いです。その分ここが空きます。なのでスラップとかもやりやすい。対して24フレットある分リアよりにピックアップが詰まる、これで、ミッドがプーンと出るタイプのものが多いですね。ですが、こちら同じアダモビッチでもジャズベース位置についているものというのは割とミックスした感じですね。反応がいいタイプでネックも揺れない、だけどピックアップの位置はジャズベースなのでそんなにミッドがプンプン言わない、まあハイブリッドな感じですよね。じゃあフォデラとかどうなんだ、これデュアルコイルじゃないかけど、で24フレットじゃないかけれども、位置的には割とジャズベースの位置に近い。なので
どちらかというとアンサンブル楽器の部類に入る、まあ、これも本当にハイブリッドな部類だと思います。あとはアクティブパッシブという話もあるんですが、アクティブの方がやっぱり反応とかは良くなります。よりロスがない、よりスポーツカー的なノリになる。でジャズベースでももちろんアクティブのものっていうのはたくさんあります。はそれはフォードはセダンなんだけどよく走る的な印象ですかね。その辺はもう使う人の出したい音、弾き心地がどういう風が好みか、どういう目的で使いたいかによって、セレクトは分かれてくると思いますので、まあ、今回の話はあくまで参考にしていただくといいかなと思います。またプリアンプの話とかその辺は次回しようとかなと思ってます。またよろしくお願いします。グラシアスでした。